行くぞ。稲妻さん、ええな。待て、ゴー君、リーダーに向かって変なことしようと、レイちゃんぶつじゃん。それではあなた、誰？ゴー君、あの技を使うぞ。お、行くぞ、ゴー。お、エックスバトルだ。あ、鬼面組。お？まあ、何よ、見せつけてくれるわね。頼むよ。どうかこの一条中学野球部キャプテン、完全試合を男にしてくれ。君たちなくして我が家、いやこの間もな、ブヒドラマ？そうだ。いいかね、完全寺君。君たち一葉中学野球部は創設以来たった一度もスランプに予算を回すのかと PTA も騒ぎ出しとるんじゃ。はあ。とにかく、とにかくこのままでは廃部にせざるを得ない。いいね。幼少の頃より発球を追いかけてきた我ら球児の熱き父親なのだ。大きく光り輝く星こそ俺たちが目指すところなのだ。どうだ、君たちも僕らと一緒。僕そういうの苦手ですから。あ、行こうだ行こうだよ。し、あ、一つ言い忘れたけど、実は隣が女子バレー部でな、こっから着替えが覗けちゃうのだ。とよろしくお願いします。しかし今年から相撲部に変わってしまった。うまっ。ずっとそれからもうやめようったってダメだからね。バッチシ今の子エロコ、あ、悪夢だ。それでは改めて紹介しよう。今日から入部が決まった運動会君。よし、とにかく腕組みの力を見せてやるか。どけどけ、グランドは俺たち腕組が野球で使う。野球？そうよ、たった今や。まあ、ずいぶん。そうそう、ずいぶんずいぶんよ、運動会ちゃん。え？考えてもみろよ、こいつらと俺たち合わせれば紅白試合ができるんだ。鬼面組とやった。いいだろ君たち。うん、やったー。で、野球って何ですか？うん、しかしめ、とりあえず紅白に分けたな。ま、頑張ってくださいキャプテン。さあ、開店休業中でジャイをでっち上げようとしております。果たして一応中学野球部の明日は開けるでありましょうか。一応実況は私イカリマシオがお送りしたいと思います。試合を前に整列しております両チーム、野球部員には万能ぶりを見せつけてギャルたちに大受けしようという野望が、そして鬼面組にはまあせいぜい楽しく遊んでやろうという単なる欲望がそれぞれ見え隠れしております。レイ、頼むぞ。はい、ライトってどこですか？ショートって何ですか？ピッチャーってどこのちくわですか？いくら野球を知らんと言ったって お前たち、うん。よし、石目瞭然。ピチャン投げる。バター打つ。バター一
塁へ走る。ヤシがボールをキャッチ、一塁へ送る。そんなわけで一塁だとだ。わかったか。よし。よし。上位打線は俺たち部員4人が行くからな。えい、わかってますって、広岡先輩。いいぞ。前進。そりゃないっすよ、キャプテン。しすぎたバカ者。A 君、どんな球を投げるのでしょうか。第1球投げます。おりゃー。力みすぎだ、力みすぎ。ほら、かわらわせるんじゃねえんだったな。あれ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 れれれれストライク。いいぞ。いやいやいや、どん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 。そのいつまで浮かれてんだよ。次の。なんと野球部員が次々と三振出てんです。練習やってんの、おったく。僕にすんな、練習ぐらい。本来は弱ったけど、お手本を見せてやろう。腰が。あ、大丈夫なんか、あいつ。これ、なんでお前がマウンドにいるんだ。ガッツ。さあ、さっさってボールの滑り止めだ。ちょっと貸してくれ。ボス、ヤクですね、こりゃ。さっさと消えろ。まへ、すごいスピードボールです。150キロ以上のボールです。150キロ。本はどうなったんだ。まあ、さあ、いつでもいいぜ。よし、行ってるか。ローグ、バットはこれよ。すまん。おい、ちょっと球速いが当てれば飛ぶから当てていけ。ぶってへ。見ろ、俺の作戦が当たった。悪いセカンド、ジン君。おお、すごいスイングだ、うん、バットが見えんぞ。悪い、バット持つの忘れた。大丈夫ですか、キャプテン。なんとか。逆。大丈夫じゃないみたい。赤組も運動くんの速球にトップバッター、白組キャプテンカツくんも三振に倒れました。しかしここで運動会くんの登場です。先輩たち、こんな球三振しようって情けな。惜しいな。引っ張ったんじゃないのか。いや、右に流したつもりなんだが、どうもボールが不規則に回転。なんか変わった握り方してないか。そんなことないっすよ、ごく普通に。フレあ見えろよ、一丁前に打球方向予告してやがるぜ。女ってやつは漫画の読みすぎだよ。入ってるわよ。なんでぜ。前進して取りました。へへ、どっち。いやー、やだ、どっちだって。この人たち、どっちするのだ。タッチと言いましても、これは参ったら。いや、来たねー。さあ、赤組にはチエさん、そして一塁はゴー君が再び出塁しました。もちろんデッドボールです。やろう。くそ、せっかくのチャンスにニヤニヤしよって。大丈夫か、あいつ。キャプテン、チーム名挑んないからな。任せなさい。ジン君。スパッタ。スパッタ。決まった。じゃないですかね。いや、何の意味もありません。目立ちたがり屋なんです、単に。ゴー君もかなりじゃない。失礼。ホームランが出ました。一気に。ボール、ファボール。
押し出して5点目が入りました。はっきり言ってコントロール、お前4点取って気を抜いとんとちゃうか。ま、前と同じですよ。ただ向こうが振らないだけだよな。なんとか倒れワンアウト。バッターはジン君。バットを短く持って当てていけ。アイス。当ててくれ。出てみろ。苦しい。あ、自分の中を打ってしまいました。短い。3人目のキャプテンアイ君、ツーストライクノーボールと追い込まれています。ふん、あと1球です。そりゃあ、どうした。あ、ボールが1塁へ送られた。ヒヒ、読み捨てる出来事。キャプテンやりました。振り逃げ成功。打たなきゃ負けなのよ。ホームラン打てば逆転サヨナラよ。まあ無理無理。どうやら外す時が来たようだな。外すって外すって、まさかギブスじゃねえだろうな。古い古い。そんなチャチなもんじゃない。これだ、選球眼妖精コンタクトレンズだ。視界の悪いレンズを外した時、投げた球が止まって見えるのだ。ああ惜しい。ファールファールです。あ、わらちちち、ヒーガーなんてことするんですか先輩。あ、いや、燃えるなら今のうちだぞ。うるさい。とにかく相手にとって不足はない。まだ誰にも見せていないが。うお、あれはアンダースロー。どうだ打てまい、名付けて魔球。打てるものなら打ってみろ。すごい魔球だ。名前はかなりダサい名前のボールですが、判定は言うまでもなく、一旦ボールが地面に。無用、勝負だ。うわー、やれやれ、かっこいい。うりゃー、これだ。名付けて打てないボールを打ってやるだろう。打てるものなら打ってみろボールが勝つか、打てないボールを打ってやるの方が勝つか。ファウル、ファウル。ダメか。レイ、ボールが半分地面に潜ってるんだ。マシンに当たってもファウルになる。ずいぶんヒゲが伸びたな。だいぶ試合が長引いたからな。ありがとう。何？さあ、再び試合が始まります。お、なんとバットを2本持ちバッターボックスに入りました。決勝ゴルフスイング二刀流。バカなやつだぜ。へっ、もらっ。秘密があるんですね。ヒゲ？はい。まずボールを引き出しながら、1本目のバットがひとまずこれを通過。そして2本目のバットがボールが戻る前にすかさず叩く。これこれ、この2枚刃の応用です。なるほど。あの、入部させてください。感動しました。おお、はいはいはい、素直な少年たちだよ。はいはい。この借りはいつか必ず返すぞ。また遊んでね。じゃないとレイちゃんすねちゃうよ。青春だな。一生やって